最初のあの現像室に行きました。ああ、見ました見ました。あ、はい、現像。はい。てん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 、はいどうもー、とついたれ半歩です。寒いアンドゲンマイナス4度です。誰のせいアンドレアンドレポッテーショートゲンサストドメイトデータに水サラサラと流れるが流される気はサラサラない。むしろ俺色にまっさらルールでさっさらやぞらやる言うて、フリーも出しも消えてライムじゃ振り出しに戻るソンタンダイス。そらじっと渡しても知らんがなって向けたらか悲観ばな。アントラジックコンビナンバーワン、まったなしきままくが会えたら口の悪そうなおしりおしおくちゅんいごおみしりおきやらしいほなねー、ほらうっこめくっていとかい。お、はい、ぬるあけおー、はいはい、ふちみや最終アドミン見ててアーカイブ1のシャワー2ぐらいありましたね。アーカイブ等や金庫2ありました。金庫僕1です、今ダウンロードしてました。いや僕もいます。あの誰かを目視してようと思って、あの最後の瞬間に。だから酒屋さんは絶対やってないです。酒屋さんは酒屋さん金庫の左下にいました。最後も役立ってました。最初にもう一緒に入ったから酒屋さんは絶対やってないです。その証言、あのね、違う違う、あの一番最後の瞬間が大事なの。うん、あでもまあどのみち酒屋さんは無理って、うん、もう無理っす。はい、宿舎5ぐらいからなんか一気にばらけていった感じでした。竹尾いた、そこいるんじゃない。私クロムス、僕が押して、あ、竹尾さんいたかな。ねえねえ、高田さんどっから来た？え、アーカイブだよ。あー、オッケーオッケー。アーカイブ側に、俺、夏目、トーヤ、黒川クロムがいるはず。あ、トーヤ、貨物室脇のアーカイブまで行ってます。そうだよね、多分そんな感じだと思う。オッケーです。シャワー最終地点が高田さんと自分で。なので、はい、高田さんは無理かな。俺シャワーじゃない。あれシャワー高田さんじゃない。嘘。最終俺。最終俺。最終俺。あ、クロムだったあれ。高田さんじゃない。高田さんは多分情報照らし合ったら無理だと思う。左から右にあの移動していったんで、あの移動式の床で。すいません。はい、あ、現です。浮き地なんで情報出しときます。メインスタートで電気室行って審査室まで到達して心電図が見してました。で、つけた段階でもう死んでたので、まあ。8秒ぐらい前には少なくとも死んでますかね。なんやったらもうキルクル明けぐらいに切られてるんじゃないかな。ゲンさんって真ん中の上に行きました、最初。あ、最初のあの、現像室に行きました。あ、見ました、見ました。あ、はい、現像。はい。はい。現像室に行きましたよ。はい。一応リアクターには竹尾さんは来てなかったってことですか。右にはいなかった。ああ、うん。左行ったっけな、作屋さんとか見ました？僕見てないんで、多分来てないと思います。なんか僕が昇降機で見たのは先端さんと酒屋さんでしたね。あの降りたミーティング降りた後あの、うん、闇のゲーム今日絶好調だね、クロムさん。だからピョン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 左来たー。ほーらー飲みちゃったタキヤさん見た気もするし見なかった気もする。はい、うん、ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。まあ、うん、でも結局これ浮き市私以外にいます。ピンだった方は漏れなく怪しくなるのかな。藤宮さんもコックピットだったら一人じゃないですか。絶対ペアだった人は。はい、はずっとベアだとしたら夏目先生、クロームさん、僕、サクヤさん、他は最後の瞬間とか。まあ、僕もウキイチって言ったらウキイチかも。ミーティングにいて、昇降機の上り下りして。ボタン押したの誰でしたっけ？僕です、僕です。あ、オラ君。あ、じゃあまあ。ミーティングは僕だけしかいなかったって感じ。お、まで目してるんで、まあ、はしごのボール音とか聞こえなかったので、オラフ君は結構厳しめかなと僕は見えてます。はい、うん。で、トウヤさんがシャワー室で、トウヤアーカイブで直前までクロムさんと一緒にいた感じですね。と一緒で、はい、で、藤宮さんが僕はキッチン脇でコックピットまで行ってます。もう完全浮き位置ですね。はい、で、ゲンさんが神殿で、高さんがシャワー。いや、昇降機、あ、違う違う、最終機で昇降機でヌーンって行った。そう、ヌーンで終わり。ああ、アーカイブ明けの昇降機でシャワー2みたいなんでしたっけ、藤宮さんは。はい、シャワー2のアーカイブ1の瞬間が、多分それは夏目黒川がシャワー2。ああ、了解です。ずっとシャワー2いたんで、トウヤじゃない、トウヤさん、
アーカイブ動画ですね。ああ。アドミンで他怪しい位置ないですか？気になった。上にごちゃごちゃいたんで上の方しか見てなかったんですけど。審査室1がないのか。ミーティングは絶対。ないというか見てなかったっす。ミーティングは絶対1以上あった。初期5から散らばったっていうのは覚えてるんですけど。5? あ、じゃあ合ってんじゃない？先端、昨夜、うん、俺、黒川、クロム、トウヤだね。多分最大数の時は。え、高田さんでも。右3人。あ、そっかそっかそっか。右含まれるのか。そっかそっか。最大数の時は。個人的、容疑者ってこれ言いたくないんですけど、あんまり詰められない気がします。詰められると思ってる方は押していただければ。はい。なんか痛いな気もする。アドミン見てみよう。金庫に武器に211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 1
ピンク黒。バグ取るバグってます、ね、お待たせしました。あ、はい、エンドお願いします。あ、オッケーです、エンドしときます。なしか、平和なんで。最初手でアドミン、エンジンからアドミン見て、金庫にエンジン1、武器1、メイン1、シャワー1、ラウンジ1でしたね。あ、キッチンいなかったっけ、誰か。いなかった。え、キッチンついてた、それ。その時は武器ですね、あの、高田さんは。高田さんが武器こいって僕はアドミン見たんで。あ、ゲンさんってキッチン、あれ、誰だっけ、ゲンさん。あ、ゲンです、ゲンです。キッチンと武器庫の間で高田さんとすれ違いました。ゲンさんってキッチン脇？そうですね、キッチン脇です。展望で聞いてキッチンいて武器庫行った。あ、だったら。一応前回の話をしますか。はい。なんか右側に死体がないんだったら、死体地ってキッチンとかなんか そこらあたりなんじゃないかなと思う。それか、それ、まあ、通路とかイコール富士宮さんってことですね、うん、だって高田さんの証言とで右側がないっぽいで、黒川とかメインホールで死んでる可能性ってあります？誰も見てないから、まあ、安易に推測はできないな、うん、あ、まあ、若干そう思っただけなんで。手尾さんと脇位置が一緒って方もどなたもおられないんですよね、うん、なんか右の脇位置がほぼ潰れてるから、だったら、うんうん、まあ、左貨物ぐらいじゃないですか、一人だったら。そうですね、貨物脇が当夜単独です。メインホール脇はどなたかいらっしゃいました？僕と源さん、源センター、源センターです。キッチン脇もいない。キッチンは藤宮だけです。夏目ってどこ脇なの？え、シャワーだよ。シャワーは分けない。分けない。シャワーじゃなかったっけ？あれ？今アーカイブだっけ？いやいや、やばい。え、待って、忘れた。新機能っすよ。怪しい。怪しい。忘れたかも。あれ？ちょっとね、スタイチの断定の仕方が、それ誘導を感じたよね。つみ先生ね。耳は用事なし。美しい配線タスクを心がけましょう。緑。緑。うんし、うんし、うんし。緑。最後か。やったね。電気やるか。やっぱ楽しい、行った方がいいな。あ、誰か言ってくれてるっぽい。
はいはい。お、ブルー、青と白は少なくとも10秒以上前には死んでますしかわからないです。バイタルを見てました。あ、いいですか。あのコックピットで、はい、あのアドビ見てたんですけど、展望デッキにあの位置ついてたんで、多分死体1個あると思います。昨夜さんってそっちの方行きませんでした。最初で武器庫で、あ、じゃあ武器庫からキッチン行って、キッチンのゴミ捨てやった後に武器庫戻って、通信エンジン邪魔する金庫でダウンロード中でした。ゲンさんは無理ですかね。私とセンター右、センターさん右上でした。アーカイブあたりでご一緒したので、10秒ぐらい離れたけど、その情報は正しいんだったらゲンさん無理ですね。昨夜さんもう一回ルート言ってください。エンジン生まれ、武器庫、キッチン、キッチンのゴミ捨てタスクや、ゴミのプレスやった後にまた戻ってエンジン、宿舎前金庫室で、ダウンロードタスク中でした。あ、僕より先に多分藤宮さんの方が奥行ってる認識だったので、藤宮さんの経路も知りたいです。いや、嘘ついてね。俺、昨夜さんがヌーンで昇降機の右から来てるのを 見ながらミーティングに上がってる。あ、それはあの停電だったので、あ、それは抜けてました、すいません。停電だったので、先に右のヌーン行って、ヌーン行ったタイミングで治ったので、また戻って金庫でした。はい。停電直したのは僕です。ここで直しました。貨物で直しました。貨物で直したから、その後バイクを見ました。それが、だから10秒前。キッチンって、昨夜さんとキッチンまではほぼ一緒の動きしてから、昨夜さんが先に、どっかに抜けてって、僕はそのままミーティングに直行してます。ぴったり10秒前じゃないからわかんないです。10秒前にもう死んでたってだけなんで。右発生ではないと思います。アーカイブって原産貨物ですよね。はい。そこの2つは違います。藤宮さんと。若干藤宮さんが怪しく見えるぐらいです、ね。昨夜さんで一郎落ちる気がするんですけど。いや、結構白いと思うんですけど、まあちょっと動きが、まあ、はい、藤宮さん7ぐらいで考えてます。ちょっとキルがもう藤宮さんしかできなくない。やべやべ、すげえ。あ、やべ、動けねえ、やべ、動けねえ、やべ、動けねえ。あ、動けた。はい、ちょっと疑われてたので押しました。ボタン、昨夜さんが昇降機あたりにいた時って誰も いないって OK ですよね。そうですね。その後僕も高田さんがミーティングに上がってるのを確認したしてます。じゃ若干来るっぽく見えるかな。でそれで戻った時に藤宮さんとすれ違って押した感じですね。初手切りがもう藤宮さんしかできないじゃないですか、うん、もう東屋さん、右端の東屋さんが、いや、ゲンさん今回隠しろなんで、ですけど、ダブルキルなんで、僕と、ゲンさん黒の場合、僕との2ローです。時間って1人の2キルは無理ですか？無理です。無理です。それは無理です。ゲンさんって初日ってアリバイあったっけ？ないです。心電図見てたっていう情報しか残してません。だけど今回2キルとも無理なんで。僕目線ですけどね、あくまで、うん、ただ初日の勇気者ってオラフさんと私と藤宮さんと高田さんとか結構浮き一の方が多かった印象があるんで、うん、藤宮さん確定かって言われると、あ、高田さんも、俺、いや、高田さんは結構視認されてるんじゃないですか、アーカイブとか、うん、高田さんは無理だね。あ、初日高田さん弾く、あ、そっか、じゃあいいや。トエさんアーカイブまで行ってたって言ってたんで、僕目線だとそもそも展望デッキが死体じゃなくてインポスターで入れ替えてるっていう線も一応あるかなと思うんですが、それはどうですか、村目線は。藤宮さん、浦さんのがの中に最低1はいるかなって感じが、うん、僕とゲンさん目線はそうなりそうですよね、うん、今回一応クロムさんも浮き1ですよね。初手キル容疑者は、あ、初手キル的にはあれですけど、初手キルはできないし、初手キルは絶対できない。俺
まあ、浮きては正直竹雄さんの位置が目撃されていない以上絶対って言い切れる人ってほぼいないと思うんですけど、あでも7人本命なら正直釣られたくないんですけど、不次元じゃない、オラフ君だった場合って、うん、それなら初日ので藤宮ゲンでローラーなら飲めますけど、藤宮さんから試験さんの目線は正直今見てないんで、うん、入れちゃいました僕。高田さん現場でローラーします、高田さんはローラー派ですってことですか。あ俺スキップ入れちゃったけど、そもそも。あそう。ラフ君もちょっとつっときたい気がするんだよな。また間に合わん。スキップに入れちゃいました。なんで高田さんと俺と藤宮さんの3票でスキップだと思います。高田さんなんか藤井園って言ったの、藤宮さんの原産の二郎を追ってるって感じですか。ごめんなさい、いやいや、どっちかは必ずインポスターじゃない。ああ、オッケーです。で、原産がインポスター、そうそう、原奥さんがインポスターだった場合はもう絶対センター。僕はサイズです。 100%、うん、100% です。いくらないな、 どっちか本当につかないかな。え、全体ついてる、原産と藤宮って、まあ、先端だけは多分ついてると思うんだけど、オラフって多分できなくない。初手キルは多分初手ができなくないかなと思うから、初手の容疑者外れてると思うんだけど。ああ、でもミーティングでボタン押したのがオラフさんなんで、昇降機とかで竹雄さん切ってる場合は分かんないけど、無理じゃない。先端さんと、いや、僕たちは金庫いるんで、証明はできないです。あ、そうですね。最後の瞬間に証明できるのは僕と酒屋さんです。また、竹雄さんがそこまで来てる間に、生きてる竹雄さんを先端さんも酒屋さんも見てないっていう点が、まあ、オラフさんの白予想にはなるのか。オラフくん、釣っときたいけどな、やっぱ、個人的には。いや、それ言われたらなんかもう、さん銀さんと先端さんの。うん、私はこれで止めてもいいと思ってるぐらいなんですけどね、藤宮さんほぼ格労で置いてたんで。ラフ君と高田さんに言おうとかないですか。え、昨夜さん視点と俺がキルできると思う、2キルのターン。んー、なん見えてないんですけど、多分厳しい方じゃないかなと思うんですけど、ね、厳しいんだ。で、いや、厳しいって最後の方しか見えてないんで、その前にまあ、ザクッと通り使いできるかもしれないけど、まあちょっと低めかなと見えてます。最後の方だったら全然意味ないと思う。あ、じゃあわかんないです、うん、正直見えてないんです。僕は入れました、ラフ君に。あ、僕に入れるんですか。え、これはやばいな。スキップ誰。ゲンスキップです。あ、これはゲンさん。いや、すいません、スキップ入れちゃいました、申し訳ないです。あー、ボタン。ラフ君釣りてー。これもうじゃあ一郎進行するしかない。ここはスキップはないでしょ。終わっちゃうかな。ふん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 。ダブルキルが起きた時って遠野な爪でしょ。オラフ君って白照明できる。僕は白照明はできないですね。ダブルキル起きた時ですよね。うん、コックピットで見てて、展望デッキ2から1になったんで、僕は展望デッキがしたいかなと思って行ったんで、まあ、他の人から見たら僕が展望デッキで切ってコックピットで移動してアドミ見てるってやるともそれまでなんですけど、そのターンキッチンあたりで湧いた人間っていないんですかね。キッチンでは湧いてないですけど、キッチンまで行って上の方までしか行ってないです。そのターンでその死んだ人目視したりとかしてないですか。そのたあーと東野さんエンジンの湧いたかなっていう。あ、東野さんエンジンの湧いてる。あ、じゃあもう僕桃源さん無理じゃないですか。右脇なんで。そうですね。だからキッチンの下の抜けてったって記憶があるので。あ、じゃあ特に無理じゃないですか。じゃあ。はい、キッチン下に、まあ、うん、だから左に逃げるってことですよね。
うん。てか右で2キルだったら両方とも右に湧いてないといけないから、夏目先生、東屋さんが。で、その情報あるんだったらでかいですね。僕と原産隠しろですね。じゃあ原産をする理由はないから。確かに。ケアしてオラフ君とか釣っておきたいですけどね。ケアするってなったら絶対原産だと思うけどな。あのなんでですか？オラフさんと藤宮さんが対立してたから。初日のキルはそうですが、ダブルキルに関しては右に湧いてる可能性が否定できたので。いやだから、これは先端だけの視点だから。いや違う違う違う。だって、それは作屋さん、作屋さんとの参論になりますよ。だって、エンジンで湧いてるのを見てくださってるんでしょ？で、キッチンの方行ってるのを見てるんだったら、届かないじゃないですか。ゲームは別の視点でオラフさんを落としたくて、あ、それオラフさんとの二郎、藤宮さんの二郎はないと思ってて。ないと思ってる。はい、あの、ね、展望デッキの。藤宮さんが白だったら誰になるんですか、二郎は。藤宮さんが白だったらオラフさん黒ですよ。私、藤宮さん黒だと思ってるんで、オラフさんには入れないっていう話を。ああ、そういうことです。はい。だって、オラフさん、藤宮さんを釣りにかかってますからね。展望デッキの位置で。銀さんに入れてる人、高田さんと誰だ。俺は今回投票してない。オラフ君じゃないの、高田さん。投票してない。はい。盤面整理できてらんかね、高田さん。高田さん釣りたいけど、ちょっと釣れないよな、多分。一番釣りたいのは高田さんなんだけどな。ちょっと流れ的に釣れないな。大丈夫なのか、ここまで来ると。高田不死身なのかな。なんだろうな、高田さんの感じは。あの感じはなんだろう。現です。クロムさん、白角です。コミサを直しました。いいのかなと思いながら直しました。はい、1回目は僕に直しました。多分オラフさんだと思いますよ。私もくっついてましたけど。はい、直したの？まだ直る途中ぐらいでもう直ってたんで。直したのは僕ですよ。さすが直したんです。うん、私は違います。あ、まあ、私もいいや。別にいいや。それはじゃあ。絶対僕が直しました。まあ、まあ、いいや。センダさんと黒川さんがもうこれ二郎ないって形でいいですかね。じゃあなさそうかなと思いますけど、ないかな。原産白で僕も白なりません。なる。キルが左で起きてるんだったらクロムさんも直してないでしょ。なる。ロフォン出し方的にも作家さん白いから、高田さんとラフ君釣ったら勝てそうだけどな。まあ、タスクでもいいけど。タスクの方がいい気がします。まあ、100藤宮さんで落ちてるでしょ。剣が再三スキップ入れ続けるのも藤宮さんで落ちてるっていう感覚は私視点ではあるので、スキップに入れ続けてるんですけど、他の方目線だと、まあ、安定を取りたいって意味で私とかオラフさんに入れたがる心理は理解はします。うん。だってさ、オラフ。まあ、そういうもんですよね。用意した今なんかうさんくさいよね、オラフくんね。何がですか。いえ、もうタスク勝ちできるんで、はい。なんでタスク勝ちするのにそんな嬉しくなさそうなんですか、オラフさん。インポッターだからですね。え、いや、嬉しいですよ、めっちゃ。いや、全然嬉しくないじゃないですか、声が。怖いのが全然嬉しそうじゃないじゃないですか。もっといやいや、僕、グルーですよ。もっとテンション上げていきましょうよ、クルメイトだったら。
原さんは藤間さん黒だったらオラフ君白だと思ったんですよね。なんかあのアドミン情報でオラフさんと藤宮さんでなんか差異があった記憶があるんですけど、うん、展望デッキ1がどうこうみたいな下りがあった記憶がやんわりとあったので。となると誰？7、3、ちょっとここやらせて。3、4、2、7、3、4。うわ、いいよ。原産してるの高田さんしかないね。ローラーしたいけどな。オラフくんなんかうさんくさいよな。それはある。高田さんが客観目線の盤面整理できてない。なんでなんだろうな。バイタルでゲンさんの死体見に行けって感じです。お楽しい？あ、違うわ。あ、バイタルの場所でってことですね。はい、ゲンさんが見つけました。最初展望デッキです。オラフ君が電気室行って僕を置いてリアクター直しに行こうとしてました。で、今金庫。だから一応オラフ君近いかな。はい、そうですね。僕はエンジンルームあたりなんで。まあ、怪しい位置なんで僕釣っちゃって、まあ、僕タスクで頑張るんで。え本人がそう言ってるみたいだし。はい。え本人がそう言ってるみたいなんで。じゃあ、釣ってあげます。え、またこれタスクで勝てますよね。うん、勝てないよ。はい。まあ、頑張れますね、タスク。よっしゃー、タスクだ。から元気。いやー、申し訳ねー。ナイスファイト。ナイスナイス。いやー、申し訳ねー。いやー、ちょっと投票がね、藤宮さんの時スキップしとけばね。いや、まあでもあれもライン切りとして使えたかなと思います。いや、ほんと難しい。なんか、そう、オラフさん、藤宮さん結構消しに行ったイメージがあった。アドミン情報でも白く拾っちゃいました。うん。ね、打ち切りだったんですね。ですです。お見事です。いやー、お上手でした。わかった。色、うん、否定でき、あの、うん。まあ、諸説あるね。キッチンで。ライン切りしてたんですかね。ラインが見えなかったって話ですけど。そんなことはない。あ、どれですか？オラフ君と藤宮さんのニーローの話ですね。あのところは切ってましたよ。あの表も入れてたし、あ、表はめっちゃ入れてました。ただアドミン情報で多分藤宮さんが黒いみたいなニュアンスをオラフさんから先に出されたかな。ああ、はいはいはい、うん、そこで私はあのどっちかが白いどっちか黒って思っちゃいましたね。いやでも隠し色2人できちゃったりしてたんで厳しかったっすね。